はい、こんにちは。来ましたよ、ついに。はい、五反田で一番エロい男、島田貴則にお越しいただきました。はい、こんにちは。歩くちんこです。こんにちは。マジで振り切ってきたっすね。歩くピーがね、はい、歩くちんこ、ちんこにきですね。ちんこにき、ちんこにぶち上げてます。はい、ということで今回ね、レッツゴーなぎらチャンネルゲストに島田貴則先生にお越しいただき、こんにちは先生。こんにちは。まあ、簡単に、ね、自己紹介してください。とりあえず、はい、はい、ゴールビーの島田です。ゴールビーではキャリア事業の責任者やっていて、まあ、4月から立ち上がった事業ですけど、新規事業ゴールビーを作っています。あと自分の会社で、まあ、いろんな事業をやってて、まあ、これから来期ですね、まあ、大きくしていこうと、ぶち上げていこうという感じでございます。まあ、何でもかんでもやってる男です、島田さんはね。やりたいですね。時間が足りない。時間が足りない、うん、やろう。人生って感じですね。最高です。でやっぱね、島田さんに聞きたいのはね、なんでそんなに魅力的なんですかと。これですよ。これ皆さんと並んでるの見てわかるでしょ。どっちがイケてる男に見えますか。そういうことです。これですよ、やっぱ島田さんのこの言語化しきれない魅力と言いますか。まあ、ルックスとかもありますよ、そりゃね、うん、ハーフだったりするんで、島田さんは、うん、そうですね。そういう違いも当然あるんですけど、なぜここまでね、この魅力的な男をボスが醸し出せてるのか。これで言うたらね、みんなが島田さんみたいにゴール出すなら、うん、人生めっちゃいいんだと思うんですよ、うん、これをね、聞きたいわけです、やっぱり。めちゃくちゃそうだな、なりたい、はい、うん、女を抱きまくってくる。まずここから今日のやつは放送できるのか。これは女を抱きまくるところから始まるんですか。まずオスとして強くあった方がよくて、はい、ああ、そう、なるほど。その経験値がめっちゃ必要ですね。絶対に遊んだ方がいい。なるほど、うん、これは生物学的な話ですね、おそらく。そう、なんかね、はい、なんか小手先で、なんかナンパ講師からのモテコンサル、そういうものを受けてこうなったらモテるよとかじゃなくて、要はありますね、そういうのね。なんかね、自らが内側で作る、俺はこういう人間だをなんかぶちまけて、それで女と遊ぶみたいな。なんかいいんですよ、めっちゃ失敗してください。もうナンパも失敗しまくったらよくて、アプリ使ってデートもいっぱい失敗したらよくて、でもその中で女性からモテるを確立したんだ。なるほど。だからテクニック先行すると、はい、本当の内側の自分が作れなくなるから。うわ、なんか小手先で生きる、はい、小手先でモテる男、うん、これいろんなところで見抜かれます。薄暗い話術とかそういうのじゃないわけですね。そうですね。本当に自分がテクニック関係なく女とぶつかった時に、この、はい、この人でやばい、この人抱いてほしい。その百千年馬鹿を作った方がいいんで、結局振り切って遊びましょう。いいっすね。その時期絶対あった方がいいです。魅力的なオスの第一歩、僕もありましたし、ね、女を抱きまくれ、うん、ザー。だからアプリで誘いまくって、はい、曜日担当を作ってください。曜日担当、皆さんこれゴール設定しましょう、はい、月曜日この子、火曜日この子、水曜日この子、木曜日。そういう意味か。曜日担当。曜日担当ってそういう意味か。ね、もうこうなると常にかっこよくあろうとするんで。確かにね。うん。四六時中毎晩、もう強い男でなきゃいけないんですよ。うん。かつお金めっちゃ使いますから。稼がなきゃいけないんですよ。結局、はい、仕事も頑張んなきゃいけないんですよ。うん。うん、だから遊びに振り切ると全部が引っ張り上げられる。そういう風にして強くなるわけですか。だからモテは源泉ですね。なるほど。で、女って言ってごめんなさい、女性の視聴者がどれくらいいるか分かんないです。もういいと思います、うん、はい、女性からどう見られるかって、うん、結構ビジネスのシーンでもこの強い人にどう見られるか、うん、こういう人にこう見られる自分、強い自分でありたいわ、はい、結構共通したりするんで、こう出ると思います、経験値として。
オーラとして、なるほど、あこの人はたくさん生きてきてるみたいな、経験してきてる、うん、結構女遊びでもできたとかね、はい、まず遊びましょう、そこで男が磨かれてくるんですね、一旦ね、なるほど、なんかまあイメージはよくなんか仕事まずめっちゃ頑張るみたいな、うん、あるじゃないですか、そのお堅くまずやりきって、そこからなんか方向転換じゃないですけど、いろいろ具が加えていくみたいな、あいいと思います、まあ、それもいいんですけど、はい、じゃあ仮に超真面目に仕事するとするじゃないですか、はいはい、例えばじゃあ、まあ、これ偏見ですけど、うん、全く遊んでない、でもバリバリ目の前の仕事をちゃんとやってる男の人、はい、仕事は丁寧で、まあ、そこそこ昇進しながらなんか誠実にやってます、うん、という男の人がまとってそうな多いと、はい、めちゃくちゃ夜も遊んでるんですよ、うん、で遊んでて金も足りないから金も欲しい、うん、でだから夜のこの合コンぶち上がるために目の前の仕事をちゃんとやりきってお金稼いで、うん、で夜もバン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 、うん、女の人に金使ってる、うん、どっちが男としてなんかメラメラしてそうでオーラなんですよ、押す力はもう絶対後者ですよね、だから強えってなると絶対こっちの側ですよ、結局こっちも仕事しちゃうんで、うん、金欲しくなるんで、うん、で女の子と会話した時にぶっちゃけどれぐらい稼いでるのとか、うん、もうね悔しいっすよ、400万ですだったら結局引き上がっちゃう、悔しいっすよね、うん、曜日担当作ろうとしたら、うん、もう毎日どれぐらい出費出ます飯食って、うん、ホテル行って、うんね、大変ですよそりゃ、でも、はい、それがいいじゃないですか、うん、ね、毎日違う可愛い女の子、うん、ね、飯食って男としてそっちの方が健全なのかもしれないですよね、そうですよ普通に、でその後、ね、ぶち上がって、ぶち上がってぶち上がるわけですね、その後ね、はい、それでいいじゃないですか、うん、一旦、例えば20代前半から、まあ、中盤ぐらいまでは、はい、そういうのがあっても全然いいと思う、うんうん、皆さん下ネタじゃないですよ、本質ですよこれは、うん、だってモテてないって子孫を繁栄できてないってことなんで、そういうことですよ、うん、なんか動物的に求められてないんですよ、そう女性という動物に、うん、メスという動物にオスとして求められてない、うん、これ動物的に弱くないですか、終わってますよねそれはね、終わってはないだからじゃ弱いですよ実際ね、それはそう子孫が残せないって、そう競争に負けてるってことだと思うんで、まず人間とかっていう話じゃなくて、この生をこの世に受けて動物としてね、まず生まれちゃってるんで、うん、そう考えたらもうね、そこないとダメなんですよ、そこに逆らうのあれはないですよ、遺伝子レベルでそこを求めてるはずである、うん、それ求めてないって動物じゃない、なるほど、なんかいろんな資本主義のしがらみとかに、うん、もうやられちゃって、うん、動物としての機能を失った、うん、なんか植物ですよ、おただただ、そこに存在する、うん、水を与えられて日光を浴びて、うん、でこうなんか一旦なんか活動をして、はい、もう動いてるかもわかんないです、でもそういうサラリーマン大量発生してるじゃないですか、うん、もうなんか思考停止で、うん、朝起きて飯食ってし、同じ電車に乗って同じ時間に着き、同じ仕事をして同じ時間に帰って飯食って寝る、これ植物と一緒なんですよ、なるほどね、決められた場所でね、決められた場所でもうここで水与えられて太陽与えられてちょっと成長して、これずっと繰り返して植物と一緒なんで、うん、皆さん植木に縛り付けられた植物ですか動物としての機能を取り戻してください、はい、ますね、まずここますね、いい悪いじゃないんですよ、そうなんです、もっとね人生をぶち上げたいと願ってるはずですから、そうなんですよ、心の奥底で、うん、僕もそうだし島田さんももっともっと行きたいわけじゃないですか、本当にそうです、もっともっとね多動でありたいし、うん、ぶち上がりたいですね、で結果、はい、女性の扱い方分かってない、うん、幸せな家庭も築けないです、なるほど、うん、
よくあるのが、全く若い頃遊んでなくて、で結婚しました、うん、そういう人が、まあ、社会に揉まれ、こじらせ、うん、家庭環境にその悪影響が及んで、うん、で家庭の中に問題があり、うん、そして昔女性との扱い方も、ね、分かってないまま過ごしてきたがゆえに変な浮気の仕方をするわけですよ。なるほどね。変に女子高生に出ようとしてきて、なるほど、こじらせちゃうわけですね。やっぱりね、こじらせる。動物としての感情にかなったところをやらずにこじらせているのがどっかおかしくないですか。どっかおかしくない、うん、なんかベースの欲求が満たされてない状態で大人になっていくと、うん、はい、どっかでそれをなんかピンにしたくなっちゃう、うん、なので、まあ僕タイに行ったんですけど、はい、タイで 1年目ホテルのインターンに行きましたけど、うん、こじらせる40代50代のおっさんがたくさん来るわけですよ、うん、彼がどうなるか、はい、もう物価差を利用して安い金でタイの赤いのを買ってるわけですよ。わあ、で飲み会ではどうなるか、嫁家族の口ばっかこぼしてるんですよ。でもタイでは安いお金を買って、もう遊び方が終わってるんですよ。ダサいんですよ。で家庭は崩壊してる、うん、これは若い頃ちゃんとその性に向き合ってない、うん、男としてこう強くなるということを確立してないので、うん、だからこじらせてるんですよ。なるほど、もうダサすぎる、ほんまっすね。本能に生きろと、それがやっぱ一番島田さんの魅力のあれなんですか。まあ、まずそこですね。まずそこ、まずそこ、まずそこ、まず、なんでしょうね。でもいいっすね。でもその本当に欲求をきちんとこう動物として向き合って乗り越えて達成していくっていうところが根底の魅力とかオーラにつながっているんで、はい、まずそこですね、うん、まずそこって、ね、まだまだなんかステップがやっぱある。あとは、はい、そうだな、まあ皆さんいろんな意思決定すると思います、うん、A、B 選択肢があった時に、はい、苦しい経験になりそう、うん、こっち行ったらまあまあまあ自分にとって安心安全な状態かな、絶対に苦しい経験をたくさんしたいと思います。もう辛くきつく逃げたくなるような経験、もうこの経験値ですね、深さは、うん、いやでもこれはいいですね。一概には言えないですけど、でもそういうことなんでしょうね。やっぱり深さにいじめ出てるというか、うん、密着でいろんな社長と話してる中で、はい、発言の重さってあるじゃないですか。ありますね。その裏側には何があるかっていうと、もう死ぬ思いをどれだけ してきてるか、このきつい経験の数、失敗の数、挑戦と失敗の数なんですよね。もう これしかないですよ。ますね。飛び込むしかなくて、うん、弱い自分とは情けない過去から逃げずに、例えば皆さん、ね、見て見ぬふりしてる自分の弱さとかいっぱいあると思うんですよ。あの時もっとこうしたらよかったっていう情けない過去もいっぱいあると思うんですよ。自分の弱さ、逃げたい弱さと情けない弱さ、もう絶対一個一個突破したわけですよ、うん、こういうのを引きずったまま今を生きると、強い人と向き合った時にもうキュッてなります、うん、ああ自分こういうとこ乗り越えてられてなくて逃げてきて、逃げてる自分がいるんだなとなってる状態では、うん、もうね、いろんな人と触れた時、女性もそうですけど、うん、そこにね、シュッとしたこう小さな自分が存在します。あの人は違うんだよ、そうなっちゃうわけですよね。でいくら体が大きい人でも、もうマインドがそういう状態だと小さく見えますね。そうです。でここに年齢も関係ないです。体の大きさも関係ないです。まあ物理的な体の大きさでオーラが勝手に大きく見えるっていうのがあると思います。小さい人でも、はい、大きく見える人ってあるじゃないですか。います、うん、もう完全に経験の質ですね、の数ですね、挑戦ですね、その苦労を乗り越えた数ね、絶対に逃げちゃいけないんですよ、うん、きついところから逃げちゃいけない、いっぱいあるはずです。今目の前にきついところいっぱいいると思うんですけど、絶対逃げちゃダメです。逃げたら逃げただけ弱くなります。でも乗り越えたら乗り越えただけ強く、それが表情、目つき、発言に現れます。
オーラになろうと。オーラな。オーラは、まあ、言い方変えると自信みたいな話で、で自分に自信持っててる人は、なんだろう、たくさん失敗してきてるんですけど、その上でも自分はやれると常に勘違いしちゃってます。勘違いしちゃってます。勘違いですね。うん、自分はやれるって、うん。それは乗り越えてきた経験もたくさんあるから。うん、で結果自然と自信しちゃってるって自分は、うん。それが歩いてる時の姿勢に出ますし、発言に出ますし。逃げないでください。今いっぱいね、きついシーン抱えてる人もいるかもしれない。絶対乗り越えたら強くなる。で、夜はこんな感じでしょう。重要ですよ。重要ですね。逃げちゃう、逃げちゃうね。いいですね、島田さん。はい。つまり魅力的な男になるというのはどういうことなんでしょうか、これは。つまり、たくさん挑戦して、たくさん失敗して、はい、たくさん女を抱いてください。いいですよ。なんかね、やりたいことが見つかりませんとか、なんかこういう人みたいな生き方したいですとか、なんかね、こう頭だけは回るんですよ。頭だけは回るんですけど、目の前の自分自身は何もやってないですよ、うん、ありますね、そういう時はね。もうさっき言った植物状態ってそういうこと、まあ、日々生活はしてないですけど、その場から何も変わってない、動いてない、鉢植えにずっと存在している植物も同じなんですよ。挑戦しなきゃいけないし、挑戦して失敗してよくて、失敗を乗り越えなきゃいけないし、その積み重ねて強くなる。弱い自分から逃げない、情けない過去から逃げない、いっぱいあったんです、ね、受験、就活、大事な将来、転職、ね、こう重要なフェーズでいろんな強い意思決定が求められたりっていう中で、安泰な方を取るとかの積み重ねが今だったりするんで、そうじゃないです、いや、きついのは分かってるけど、こっち行った方が自分の人生と絶対いいから逃げる、うん、そうです。これが島田高典を作り上げていたことなんですね。絶対に逃げないでください。例えばですよ、僕ベストボディジャパン2020年日本1位でしたけど、うん、初出場ですよ。確かにやばい、うん、多くの人は言います、え、無理でしょ、減量やったことないでしょ、うん、そうなんですよ、やったことないですよ、うん、関係ないです、やってみたいんで、日本一の景色見てみたいんで、そこに行くと決めるとかも全部挑戦だったりします。でも自分ができそうな決め方とかしかできない、これもしょうがない。でもそういう挑戦をしていかないと経験値って増えない。で同じレベル感の経験値をどうしても取りたがっちゃう。言ってください。だから全員明日からマッチングアプリで今月10人とデートする決めて、まずは、まずは魅力的な男なので、まずは、うん、で1日で5万とか使うんでも、もうそれで50万出ちゃいます、うん、ってことは月収50万上げる、うん、もうそのために仕事ガチで、もうここ仕事が何だろうな、自分にその仕事が合ってる合ってないとか、もう これ考え出すと究極っすよ。マジで何もできない、合ってるかどうかって分かりません、まあ、僕らコーチングやってるんで、そういうのを紐解くという時間もあって、うん、それを持つってことはめっちゃ重要なんですけど、うん、マインド的にはつべこべ言わない、うん、やるしかないやろうやろう。でも自分に合った仕事が欲しいんであればコーチングを受ける、うん、そうしてください。これがぶち上げ島田ですか、はい、いいですね。そうなんですよ、挑戦ですね、まさに挑戦です。やりましょう、やりましょう。この動画を見た方もですね、ぜひ、はい、明日からじゃないですよ、この動画を見た今からですね、何かあると思うんですよ、この動画を開いたということはですね、うん、何か手に入れたいものがあったり、絶対そういうものがあると思うので、うん、それを掴みに行きましょう。自分もそうでした、
弱い自分と情けない過去から逃げようとしてました。逃げた結果、結局落ちていくだけなんですよ。もっと他にいい環境があるんじゃないか。いくら環境が変わっても自分が変わらないと何も変わらない。よくね、仕事を変える、家を変える、付き合う人を変える、これが自分を変えるって言うんですけど、たとえこれが変わっても内側の自分が変わってないと変わらない。それは合ってるようで合ってない。全てのポイントは情けない自分、弱い自分と情けない過去から逃げない。ブラボー、ブラボー島田ですね。ぶち上げてください。ぶち上げ。